また深くを取るなんて私の役立たずまだ諦めるわけにはいきませんカイリ様の命令は絶対カイリ様のためにも生き延びて勝たなければくっ <laughs> また逃げられたやはり相手が同じ人間だとはどうしても とどめを刺す前に躊躇してしまうな安ナなでしこ大丈夫え,えええでもまさかヤミちゃんが私たちにあそこまで敵意を向けてくるなんて信じられなくて。 きっと分かり合えると信じていましたどうしてモイラの方々はあそこまで私たちを憎むのでしょうかおめでたいですね本当に分からないんですかちょっとユカリンそんな言い方ないんじゃないの私だって本当は言いたくないですよ ここんなこと言ったって嫌われるだけで損にしかならないんですもんでもしょうがないじゃないですかこうなっちゃった以上誰かが現実を見据えないと本当に殲滅しますよではゆかりには分かるのかモイラがなぜあそこまで私たちを憎むのかもちろんというか本人が言ってた通りですよ 本人が言ってたこと社会に混ざれない自分たちから見て日常を送る私たちは嫉妬と戦望の対象だというあれかええ。だが彼女たちも特務防衛機関あるかの一員として社会に貢献しているじゃないか。 その役割のおかげで彼女たちはかろうじてこの世界に存在を定義できてるんです唯一のよるべが役割って悲しくないですかモイラの3人にも日常はあるはずだ私たちは覚醒者で悪魔やコードレッドの姿を何度も見てるだから感覚が麻痺してるんだと思いますけど 町に住んでいる一般人は侵食区域で何が起こっているのかも知らないんです肉体の一部が変異し悪魔に似た姿を持つ彼女たちが素の姿で電車に乗ったりコンビニに行ったりしたらどうなっちゃうんでしょうねあそれは社会から存在を認知されないまま 役割だけを与えられて生きていくしかない。そんな彼女たちの苦しみ、なんとなく理解できます。私たちに悪意を向けたくなる気持ちも。 悪意を向ける気持ちが分かるゆかりの言ってることよく分からない私も同じだったんですよ同じ私も両親とうまくいってる同級生を見て 嫉妬で胸がいっぱいになってた時期があるんですまあ昔の話なんですけどね <laughs> ゆかりまさか両親から別に虐待とかされてたわけじゃないですよただ母が一時期 とてもナーバスになっていた時期があってその間私はほとんどいないものとして扱われてたんですいないものとして私の分のご飯が用意されてなかったり挨拶をしてもらえなかったり簡単に言えば無視されてたってことですね そんなことってあるのね家族なのに私もびっくりでしたけどそういう心の病みたいです幸い母の状態は落ち着いてきて今では普通に会話ができるようになったんですけどそれでもなんか おかしくなっちゃってあの時私まだ中学生でしたし思春期の一番多感な時期にないがしろにされてたせいでちょっとずれた子になってるんですよ大人のことは信用ならない存在だと思ってたりね つい最近まででそうでした今は違うと変えてくれたのは先生ですよ特別クラスに送られて自分が覚醒者だという事実を知らされて不安に思っていた時先生にはとても励まされましたこんな風に温かくて寄りかかりたくなってしまう大人がいるなんて思ってもみませんでした 先生のためなら命だってかけられる。ねえ、この感情って覚えがありませんかええー、っと。モイラの、ディクテーターに対する忠誠心と、似てる正解です。 つまり、そういうことです。社会からないものとして扱われてるヤミさんが、自分の価値を認めてくれた相手に心酔する気持ち、私には、痛いほどわかるんですよ。